はい、それではこちら GSM26006 リアルライドプロテクションメッシュグローブのご紹介をさせていただきます。まずこちらメッシュグローブですね。メッシュグローブというのはこの夏場暑い時にはめていただく、そしてこういったプロテクターですとかね、手を守るパーツがついておりますので、涼しくなりながら手を守ってくれるといったような仕様、これがメッシュグローブになっております。でこちらの GSM26006、こちらにつきましてはゴールドインのメッシュグローブの中でも非常に人気のあるベストセラー商品となっておりますので細かくご紹介をさせていただきます。まずこの甲側の部分ですね、ベースになる部分につきましてはこのメッシュの素材を使っております。ですのでこうライディング中こう風を受けて手に風を当ててくれて非常に涼しくなるというような部分、これが甲側ですとかあと指の待ちの部分、さらにはこう平側のこの指の関節の部分、こういったところにもメッシュを使っておりますので甲側だけではなくいろんな部分でできるだけ涼しくしようという構造になっています。この甲側の部分のご説明をさせていただきます。まず特徴的なのは、こちらカーボンの素材を使ったこの関節の部分を守る、仕様ですね、こちらが非常に特徴的になっています。どうしても、万が一こう転倒した時などはこう一番このナックルといいましょうかね、関節の部分をぶつけやすいです。そこを守るためにカーボンの素材のカップを装備いたしました。でこちらの、カップもですねこの三つ山と呼んでますがこの関節の小指側にこう3つつけるという形になっています。これはカーボンのカップは4つの山ですとかねいろんなものが世の中あるんですがこう4つの山ですとこうどうしても握った時にカップが当たるというような場合がございます。それを軽減するためにこの小指側に3つにするということでこう握りに対しての圧迫をできるだけ少なくするという構造になっています。合わせてフローティングの構造というのも圧迫を軽減する仕様になっています。こちらのカップの下の部分ですね、ここがこうフローティング、浮いておりますのでこう握った時に圧迫感をこれも少なくするという構造になっています。安全性という部分ではこの指の部分にも、こういったフローティング状の当てをつけておりますので、メッシュがむき出しになっている部分、その部分にカバーをすることによって、万が一の転倒の際もこう指の甲側を守ってくれるといったような構造になっておりますので安全性を非常に重視したデザイン、仕様になっています。平側につきましては特徴的な機能になりますがアンチバイブレーションパッドという装備を設けております。手のひらのこういった部分にですね振動軽減の素材を内蔵しています。オートバイをこう長時間運転しておりますとどうしてもこう振動が手に伝わってこうしびれてしまうビーンとくるといったことがございます。それをできるだけ軽減しようということでこのたくさんの部分に振動軽減のパッドを入れるといったような仕様にもなっています。合わせてこうスマートフォン対応という機能もついております。手袋をしたままスマートフォンを操作できるようにということで人差し指と親指、ここにスマートフォンに対応する素材を、装備しています。カラーリングも非常に充実しております。サイズ展開もレディースのサイズも展開しておりますので、ぜひこちらの商品、夏場にお使いいただければと思います。